んにちは、かっちゃんです。今日は斎藤ステーション錦糸町楽天地点さんに来てます。今回やる企画は今お店を貸し切ってる状態なので目隠し脱出ゲームしたいと思います。スタート地点を決めてゴールの地点を決めて目隠しをします。そして手探りでゴールにたどり着くんですけど、触れたものは必ずプレイをして景品何個ゲットできるかという企画になってます。スタート地点がちょうどここに入り口があるので、ここがスタート地点として、ゴールはあそこに出口があるので、マットを踏んだらゴールという形で行きたいと思います。そしておそらく1プレイではなかなか取れなそうなので3プレイやりたいと思います。それでは行きましょう。マスク、はい、これでスタートです。ちょっとね、最初なんとなくゴールあっちの方ってわかるので回ってスタートしたいと思います。じゃあ10回回ろう。1、これぐらいでスタートしたいと思います。よーい、スタート。怖い怖い、やばい、ちょっと 目回ってる普通に。え、意外と何もない。あれ、何もないぞ。あった、うわ、触れた、じゃん。おお、めっちゃ入り口だし。じゃあちょっとこれを早速やりましょう。いきます、スタート。ゆっくりだね下手すぎる。あー、オッケー、頑張ろう。真ん中の方狙おう、とりあえず。うわー、ラストラストだ。真ん中だったら何かしら。ダメだー、残念です。もう一度目隠しをして回ります。うわ、ゴールめっちゃ遠いんだけど、終わるかな。では行きます。いや、これまた同じのっていうパターンがあるから、僕は前足を出して前足を出して触れないで、とりあえず進む進む、とりあえず。あ、待って、今コインを入れてねっていうのがさっきプレイしたやつかな、ここら辺から聞こえる気がするから、僕はこっちに行く。とりあえず進みたいな、たくさん進もう。結構進んでる、やばいやばい、結構いけてるよ。怖いな怖いな、わっ、やばい、触れちゃった。おおお、順調に進んでる。じゃあちょっとこちらプレイします。あ、かわいいな。それではプレイします。よし、シールド低いぞこれ、もしかしたら取れるかもしれない。ちょっとここで一回お願い、掴んで。あー、結構パワー弱い弱いですね。よし、じゃあ行きます。普通に掴んでみよう。ゴー、どうだ、掴んで。お、掴む。え、待って、あー、いけるかな。あと1か、ラスト、欲しい、これ大きいぬいぐるみ欲しい、来て。あー、そうで来ないな、あとちょっとですけど。待って、これ今思ったけどさ、元に戻る可能性あるよね。いや、怖いな、それは、それだけは怖い。では行きます。待って、僕音頼りにいける気がする。大きい音がね、この耳を使って、ここに多分大きい音があるから、こっちの方に進むといいと思うんだ。行きます。えー、怖い。え、待って、あー、何かしら取れそうじゃない、これは。行きます。あ、いいんじゃない。おー、箱取れた、スカスカだな、朝一だからスカスカだ。ちょっと早かった。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、あえて閉じてるところで落とす、あ、意味ないか。よいしょ、はい、うん、おせー、お、進む進む。お菓子が1個乗っかってたのでゲットです。イエーイ、プレイする前にこうやってね、お菓子サービスがついてた。音作戦結構いいぞ。いや、でもね、なんか近くにスイートランドがいるからそれが怖いな。あ、結構わかんない、ここここら辺からする気がするから、ここら辺多分スイートランドいそうな気がするから、ちょっと一歩下がろう、一歩下がって。あ、待って待って、またスイートランドなんだけど、あれ、やばいね、これ進めない。ちょっと選ぼう場所。あ、これ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 、絶対これだって。今アポロチョコ1個落ちた、いくよ。あ、ゲットした、これいくよ、取れる取れる、めっちゃいいじゃん。あ、やばい、箱は救えなかったけど、ここで落とす、そう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 、いくよ。え、まさか、え、まさかじゃないこれ、やばいやばいやばい、あと2プレイ、それじゃない、ゲット。あー、落とした、
これ。もう一プレイしたい、もう一プレイしたいよ。お願いここだ、行け。進んだ。あ、待って、でもゲットできたのか。アポロチョコゲット、嬉しい。あとサービスのお菓子と、あ、でもスイートランド一個進んでますね。この調子で頑張ろう、行きましょう。ここかな、ここら辺から音がする。多分ここら辺にスイートランド、多分ここら辺にスイートランドで一歩下がれば、いやでもさっき一歩下がってぶつかったからな。いや、これは反対を向いてここに進もう。お、進んでる。え、なに、触れた。お、確実に進んではいますね。じゃあこちら狙います、行くぞ。普通に掴んでみて、かわいいポッチャマがいたのでこれにチェンジしてもらいました。では行きます、3本でしっかり。お、微妙だ、やばい、遠ざかった。あ、これジョーク行かないか、お願い。ダメだ。もうさっきのね、大きい音がね、遠くなってきたからね、ここら辺に音を感じて、なんかね、次はこれぐらいな気がする。いきます。お、待って、この丸い感じ絶対あれでしょ、スイートランド。あ、だけどアポロチョコチャンスがある。ダメだ、これ沼にはまってる。今だ、いいんじゃない、それぞれ、ういー、しっかりキャッチからの縦向き、いいんじゃないこれ。落ちないで、落ちないで、まあ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 、箱の方がいいかなこれ。おおおお、箱2個ゲット、よっしゃ、ここでいいかな。いやいや、どうだ、微妙だ、タイミングも分かってきた。あれ、1個しか取れなかった、ここだ。あれ、やばい、これは、あー無理だね、はい終わり。え、これどう進めばいいんだ、難しいね。回ります、ここ、ここな気がする。で、多分ここら辺にスイートランドがいるから、下がってカニ歩き。あ、待って、え、この丸いのもうスイートランドじゃん。このね、ソイジョイが落ちそうだから、上のやつね、これでいきましょう。ここで箱、うわー、めっちゃ作った、やばくないこの量、この量やばいぞ。ここで落としてソイジョイをね、押し出したい。オッケー、きた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 、で押し込む。おおお、すごいすごいすごい、オッケー、箱2個、よし、 よし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 、いけー。箱はね、ここだな。あれ、ダメだ。あ、でもね、なんかうまくならないか。風船ガムとチョコレートゲットです。お菓子ばっかだな。ここを脱出したいね、ちょっと。あ、新しい音、ミニクレだよね確か、この音は。多分ここら辺に進んでいって、こっちだよ絶対。あー、もうなんかぶつかってるって、もうスイートランドお尻ぶつかっちゃった。まあ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 、まあ、箱がたくさんあるから、ここで落としていいんじゃない。おーおーおーおおお、いけ。おお、めっちゃすくったー。じゃあもうここで落とそう、ここで落とそう、これだ、ほら来た。おーおーおお、きそきそきそ、何かが起きそう。落とした箱も、あ、1個しか取れてない、ここです。いやーいやー、無理か。結果風船ガム1個です。ちょっと脱出方法わかんない。ここから音がして、とりあえず音からこう遠ざかればスイートランドは避けれそうで、このままバック、そろそろ多分突破したと思う。スイートランドはこっちだ、こっちだ、よし。怖いなあ。あ、なんか触った、触りましたね、やばいやばい。あ、これは看板ですね、看板、看板だったので、もう一回回ります。うわ、いいとこ来てたのに。音がこの辺、こう進むってことでしょ。待って、これ看板だよね。え、なにこれ、これ、これ両替機です、両替機。オッケーオッケー、じゃあこう伝っていけばいいんじゃない。今触れたのセーフですか。今はゲームに触れました。おお、取れそうだの発見、いいね。じゃあこれを狙いましょう。あ、回転そんなしないね。お、
寄せれてはいる。どうだ、抜けた抜けた、ダメだ。ゴールが近づいたんですけど、音がねなくなってきたから分かんなくなってきましたね、正直。はい、新しい音がねこの辺からする気がする。この新しい音にたどっていけば新しい台に巡る。あ、なんか触れた。お、マイメロだ。こっちっこが良かったな、隣の。よし、これを狙いましょう。回転はやっぱ左回転か。いやー緩いな。あ、回転しなかった。お、おー、おいしょー、無理だー。たどれるヒントがなくなってきた。もう分かんない、正直どこ進んでいいか、何を頼りにしていいか分かんない。じゃあちょっとこっちに行きます。いや戻る可能性もあるよな、わかんないな。なんか耳を澄ませばブイーンって音がする、風の音。え、どこ来てる僕。え、なんかめっちゃ進んでるけど、まさかゴール近い。なんかウィーンって音がするんだよな。クレーンゲームの気配は感じない。いやー、え、なんか何にもぶつからない。ちょっと手を広げてみようかな。え、どこどこ、あ、やばい、回ったからもう分かんなくなった。くそ、回んなきゃよかった。あ、どこどこ、え、どこ、え、どこ、あ、真ん中かな。え、めっちゃ進んだ。え、じゃあちょっとこれを狙います。フィギュア系ちょっと苦手だな。いけるかな、綺麗に真ん中で持ち上げれれば嬉しいけど、まあ、どれぐらいのアームパワーか。これいけるかな、キツキツで。どう、これで OK、 キツキツで。うん、ゴールあの辺かな。もうちょっとわかんないな、これやばい、迷宮にはまっちゃった、クレーンゲームの。では行きます。なんかねブオーって強い風の音がするから、そこに目指していきましょう。この辺からねブオーって感じる。え、なんか意外とぶつからないのが怖いんだけど。ほら風の音がすごいする。ちょっと手を伸ばそう。え、何もない。あ、びっくりした。ちょっと違ったのでもう一回回ります。待って、風の音と反対な方な気がするから、多分こっち。もうなんか自分の動きがさ正解なのか不正解なのかも分かんないからさ。あ、何か触りました。お、新しい。これは取れそうじゃない。完全なる実力機だからさ、プレッシャーすごいけど。 OK、 お、2個通りました。取れるかな、お願い。いやー、これシールドもあるしな。はい、ちょいきつめでギリギリ通った。いけ、石が取れた。え、ラスト1手か。いや、これ取れてほしいな。取れて取れて、来い。あー、シールドには乗った。よし、なんかさっきゴールが見えたから結構ねこっちの方だよね、ゴール。頑張ります。なんかねこのボーって音が してこのボーの逆に進めばいいんだよね。だからこっち、こっちだ。僕はもうこっちと決めた。あ、なんか触れた。お、新しい。取れるかな、初めてやるからさわからない。こんぐらいの、これでどうだ。 OK、 いいんじゃない。やばいぞ、これ取れなそう。押してみるか、手前の天板を。でも斜めってるから押せないだろうな。あ、右の爪で押すけどむずいなそれ。押せない、押せる。あ、ダメだ、残念。届かなかったな、その狙い方は。もうゴールそこなんだよな、目の前。頑張ります。ゴールは近いんだけど、どこだっけ。ここな気がする、すごくここだよね。ちょっとね、もう食べっ子動物とかだったら怖いからまっすぐ行こう。あれ、なんかすごい僕絶対的にゴールに近づいてる気がする。あ、ここゴールですか。ゴールです。やったー、やったー、ゴール。今回取れたのはじゃじゃーん、お菓子。スイートランドでのハマってたからさ、前半ここでお菓子はゲットできたんですけど、景品はねなかなか取れませんでした。って感じで、これはお家に帰って美味しく食べます。